エミール・プッテマンスは、ベルギー、ルーベン出身の陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックから4大会連続オリンピック出場。1972年ミュンヘンオリンピックの銀メダリストである。プッテマンスは21歳で初出場したメキシコオリンピックの5000メートルで決勝に進出したが、最下位の12位となっている。 1969年、1971年のヨーロッパ選手権でも5000メートルに出場しており、1969年は7位、1971年では7位だった、フィンランドのラッセビレンを上回る6位という結果を残した。このレースの直後、プッテマンスは2マイルのレースで8分17秒8の自身最初の世界記録を樹立している。プッテマンスは、 1972年ミュンヘンオリンピックでは1万メートルと5000メートルの2種目に出場。1万メートルの予選で27分53秒4のオリンピック新記録を樹立。3日後の決勝、7年前の1965年にオーストラリアのロンクラークが記録した27分39秒4の世界記録に迫る27分39秒6を出したものの、 ビレンが27分38秒4の世界新記録で金メダル。プッテマンスは銀メダルを手にした。次に出場した5000メートルでも予選で13分31秒8のオリンピック新記録を受立。決勝ではさらに13分30秒8と予選を上回る。結果を残したものの2冠を達成したビレンか3人の選手がプッテマンスを上回り、 5位に終わった。プッテマンスは、ミュンヘンオリンピック5000メートルのレース終了後の9月14日、デンマークのオーフスで行われた3000メートルのレースにおいて7分37秒6で走り、ケニアのキプチョゲ・ケーノの世界記録を破った。同じ日、ヘルシンキでは、ビレンが5000メートルで13分16秒4の世界記録を樹立している。二人が、 世界新記録を出した6日後の9月20日、プッテマンスは、ブリュッセルの5000メートルのレースで13分13秒、0で走り、6日前に、ビレンが出した、世界記録を破り3000メートル、5000メートルの2種目の、世界記録保持者となる。プッテマンスは、1973年、室内の2マイルで8分13秒2の、室内世界新記録を出す。 この時の3000メートルの刑事7分39秒に、も、室内世界新であった。1975年には、世界クロスカントリー選手権で、ベルギーの団体同メダルの獲得に貢献した。しかし、その後の成績は振るわず、1976年、3度目のオリンピックとなる、モントリオールオリンピックに出場したものの、5000メートルは、予選で、途中棄権。 1>, 1万メートルは決勝で途中危険に終わっている。1980年には4度目となるモスクワオリンピックに出場。5000メートルで準決勝敗退という結果に終わっている。プッテマンスはその後も競技を続け、1982年のローママラソンで優勝を果たしている。ありがとうございます。